デーメル、1905年、リヒルト・フェードル・レオポルド・デーメルは、ドイツの詩人。プロイセン、ブランデンブルク・シューダーメイ・コール・シュプレイ・バルト軍の、小村に、三輪館死にを父として生まれる。教師と対立して、ギムナジウムを奉公された後、ベルリンとライプツヒの大学で、自然科学、経済学、文学などを学ぶ。その後、火災保険の職に就き、 仕事の傍らで1891年に諸女詩集、救済を刊行。これをきっかけに、リーリエンクローンとの交際が始まる。1895年より、文筆専業となり、1896年に代表的な詩集、女と世界を刊行。1901年より、ハンブルク郊外のブランケネーゼに永住した。1914年から16年まで自ら志願して、 第一次世界大戦に従軍している。終戦後の1920年に戦争時の傷の後遺症が元で死去。その死は自然主義的、社会的な傾向を持ちつつ、精神的、刑事情学的なエロスによる救済願望に特徴づけられている。童話、劇作などもあり、晩年は第一次世界大戦の従軍記録も残した。彼の死にはリハルト・シトラウス、 マックス・レーガー、アレクサンドル・ゼムリンスキー、アルノルト・シェーンベルク、アントン・ベーベルン、クルトバイルなど多くの作曲家が曲をつけた。また、彼の死をもとにした、シェーンベルクの原楽60奏曲、清められた夜は特に有名。ありがとうございます。